総工業工業株式会社の坂口です。弊社は生活に欠かせない食品や飲料、芳香剤や洗剤などに含まれている香料を製造しています。社会連携講座では結晶スポンジを研究していました。これは素晴らしい研究で、研究者としては驚きの連続で毎日が感動でした。この研究を取り入れて良かったことは、できなかったことができるようになるということです。今まで構造が決められなかったものが結晶スポンジ法によって決定できるようになります。従来の方法では結晶化をしないと X 線構造解析は行えなかったのですが、結晶スポンジ法によって液体である香料などの化合物でも X 線構造解析が行えるようになりました。これは非常に革新的な手法です。同業他社はこの技術を持っておりませんので、香料会社にとってはオンリーワンの技術になり、それも非常に良かったと感じています。また11社の業者が参加していたので、他業種の仲間ができました。他の会社との関わりが今まであまりありませんでしたので、社会人としても成長できたと感じています。この世の中には身近なものであってもまだ構造が分かってない匂いがたくさんあります。それを結晶スポンジを使って見つけることで、世の中をあっと言わせるような香りを見つけたいです。